はいどうも、コンシェルジュです。あのね、今あれ僕お風呂入ってきたんですけど、まあさっぱりしたんですが、あのスポーツジムにね通い始めたんです。スポーツジム、うん、お金払うじゃん。結構高いんだよ。月ね7、8000とかするので、お金を払うとやるっていうことを改めて言いたいね。僕だってね、それなりにね、まあお家の中に筋トレのがっつりした器具はないけど、それなりに物は持ってんのよ。例えばこれ、あれ、あの腕立て伏せするやつ、こうやって普通の腕立て伏せより位置が高くなるから、なんつうの、結構奥まであの体が降りるから結構大胸筋に効きますよっていう、まあちょっとした道具ツールね。これこうすんだね。うん、床に置いてだよ。でこれはあのご存知、コロコロ。このコロコロは結構ね、丸が小さいんですよ。わかるかな。うん、このコロコロのサイズが小さい方が、まあ負荷はかかるっていう感じだよね、多分。うん、だからこういうのもあるし、別にジムなんて通わなくたってさ、あれじゃん、ジムなんて通わなくたって家で筋トレして、家で腹筋してね、家で背筋して、家でスクワットして、なんかそのペットボトルに水いっぱい入れたやつをこうブンブン振り回したりとか、やろうと思えば絶対できるわけじゃん。でも僕はあなたと同じように、別にスーパーマンではないですからね。医師だって弱いところだって若干あるのは分かってますよ。うん、弱いところもある、ね、怠け心もありますよ。そういうような、その一般人が、僕みたいな一般人がどうやって自分を追い込んでいくかっていうと、お金を払うってこと。お金を払ったら、僕のマインドだよこれ、別にあなたに強制してるわけじゃないんだけど、僕のマインドとしては、お金を払っちゃったら毎月だって1万近い金額払うんだぜ。これね、回収したいじゃないですかもったいないじゃん。1万ドブに捨てんの嫌じゃないですか。しかもそこのジムはなんかのそのちょっとサービス期間中に入ったから、半年間は絶対にやめれないみたいな、要はその半年間は払い続けなきゃダメなの、お金を。行っても行かなくてもね。これね、やるしかないじゃないですか。お金払っちゃってるもん、もうっていうところなんですよ。だから何でもそう、なかなかね、その努力を続けられない、他の人がやれてる努力をどうして自分はできないんだろうなっていうのは、気持ちは分かります。覚悟が足らないからです。で僕もなんだかんだね、言い訳をつけて、こういう器具があるのに、一生懸命ね、まあ、ちょくちょくはやるんだよ、ちょくちょくやるんだけど、本気でがっつりできない、お仕事が忙しいとか、依頼者さん優先だしとかっていう頭がやっぱり働いちゃって、これにがっつり費やすこととかができないんだよね。逃げちゃうんだよね。だからそういう時にはやっぱりお金を払って、自己投資だよね、全部自己投資して、で、チャレンジしてみることによって、もうその後に引けなくなりますから。お金を払っちゃったらもったいないじゃないですか。1万円捨てます。で1万円かける6ヶ月から6万円だよね。6万円捨てるかっていう話になるので、絶対もったいないじゃん、それは。僕だってもったいないよ、それは6万円だってもったいないよ。6万円稼ぐっていうのは大変なことだよ。うん、だから行くんだよね、やらなきゃっていう、頑張らなきゃっていう気持ちになるんですよ。うん、なので僕の依頼者さんたちなんかも大体そういう感じです。で僕のそのネット復縁工作なんかはもう6万円よりは正直高いじゃないですか。でネット復縁工作マニュアルの方だけでも2万円ぐらい金額かかるわけですから、当然高いわけですよ。でそれを払うことによって、多分ね僕の今感じてるこの感情とほぼ同じ感情を依頼者さんたちは抱くわけです。もったいねえっていうね。で抱けない人はちょっとこれはまずいですね。うん、抱いてください、もったいないと。だからこいつが言ってることをそのまま聞いてみようと、そのままやってみようと、バカ臭いことでもね、やってみようっていうマインドにならないです。なりません？なりますでしょ？なると思いますよ。もったいないもんだって。だから僕の依頼者さんたちは一生懸命みんな頑張って復縁に成功したりとか、復縁になかなか成功できない人もいますけど、それでもすごくその人生が楽しくなって、いや復縁に成功できなかったけど、なんかそのあれですと女3人ぐらい捕まえちゃいましたみたいな人も正直いますしね、若干ね、若干いますし。だからすごいモテるようになって、で心に余裕ができてね、
なんだ自分モテるんじゃんっていう、別に他の異性にモテるんじゃんっていうことが分かれば、自分のそれが成功体験になって自信になるからね。で、元カノとか元カレに対しても余裕を持った対応ができるじゃないですか。心の中で最悪別に振られたって、もう一回告白して最悪振られたってね、別に俺もかっこよくなったし、他に女3人いるしさっていう、男、私の周りにその私のこと好きだ好きだ言ってる男が3人いるしさっていう状態になれば、余裕を持って元カノ元カレにアタックしたりとか、食事に誘ったりとか、メールしたり電話したり、余裕を持ってできるようになるでしょ。重さがなくなるわけですよっていう人もいるので、結局そこにたどり着くのはどうしてかっていうと、普通じゃたどり着けないよね。自己投資して、まあ何でもいいですよ、自分の時間でもいいし、お金でもいいし、なんか体力とか労力とかね、何でもいいんだけど、何か自分で犠牲を払ってチャレンジするから、そこから要は回収したい。まあ、人間誰しも利己的なものですからね、損はしたくないっていう感情は絶対に出てくるわけです。それがお金を払うことによってめちゃくちゃ増幅されるので、超頑張るっていうねことになるんですね。ですからなんかこううまくいかないなと、なんかもうどうしたらいいんだろうなっていう悩んでる人はもう何でもいいですから、最悪僕じゃなくていいですから、とにかく何かに依頼した方がいいです、福音屋さんに。じゃないと多分ね、覚悟が決まらないというか、こういう気持ちにならない。なんか中途半端に家でねコロ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 筋トレのね、コロ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 5分ぐらいコロコロして、ああ疲れたみたいな、で仕事しようみたいなね、僕なんかそうなっちゃってたけど、そういう状態でしょ多分あなたも。復縁っていうことに関してみれば、復縁のこといろいろ考えてちょっと自分磨きしようと、じゃあなんかね本でも読んでみようかなと、でちょっとね5ページぐらい読んでね、ああなるほど疲れたよし寝ようみたいなそういうなあなあになっちゃうわけですよ。だから自己投資すること、要はその自分でまず損することっていうのがすごい大事。何でもいいですよ、それは。お金でもいいし、労力でもいいし、時間でもいいし、自分の頭の中の知識でも何でもいいです。自分が損することをまずやってから、その損を絶対回収するためにもったいないから、頑張るっていう。これが一般人の頑張り方。僕ら天才じゃないから。僕ら天才じゃないので、その一般人がね、一般人というか天才たちはできるのよ。別にねジムなんか行かなくても、これでね黙々とやって、これで黙々とできるのさ、部屋の中でさ散々筋トレを。でも僕らは一般人だからできないよ、それは続かない。だったらどうするかっていうところで、今の話を思い出していただきたいなというところですね、という感じです。コンシェルジュでした。ではまた。